今日は何でもピクセルアートっぽくなるカメラを作ります。世界は慌ただしく、情報が多すぎることで知られています。たまには情報量を減らして脳の負荷を下げるべきです。アトム S3R カメラキット、バナナに絵を描かせたらなぜか各所で賞をもらってしまい、その記念品です。こちら特別色になってます。要は画面の代わりにカメラがついたアトム S3R です。これに SD カードユニット、キースイッチ、キーキャップはお好みで交換可能。レゴテクニック互換のピンで取り付けます。バッテリーを取り付け、グローブケーブルを接続すればトイカメラの完成です。ファインダーすらない最小構成、軽くて持ちやすく片手で操作可能。そのまま普通に撮った写真はこんな感じ。一昔前のデジカメみたいな画質ですね。この粗い感じをうまく活かします。画像をグレースケールに変換、明るさを8段階にしてカラーパレットの色を割り当てます。そんな感じのプログラムを書きました。早速試してみます。電源オン。 SD カードを入れ忘れてました。気を取り直して再び電源を入れます。 LED が青く光ったらセットアップ完了です。キースイッチを押すと撮影されます。オレンジになったら変換と保存中。10秒くらいかかります。写真はもう撮れてるので動かしても平気です。保存が完了しました。いろいろ撮影してみます。保存に時間がかかるのは一度に8種類のカラーパレットに変換してるからです。こんな感じで1回で8枚の画像が保存されます。想像以上にいい感じですね。完全に日だけにしてみたり、都市伝説解体センターっぽいカラーパレット、ファミレスを享受せよっぽいカラーパレット、ゲームボーイライクなカラーパレットなどなど、いろいろな写真が撮れます。色はたったの8色。情報量はかなり減っているのになぜかエモく感じてしまうのは不思議ですね。カラーパレットはこちらのサイトが大変参考になります。ハンダ付けも不要、トータル7000円くらいで作れるはずです。参考プログラムのリンクを貼っておくので、気になる人は試してみてくださいね。世界の情報量を減らしていきましょう。